美藤洋氏は日本の元女子、プロレスラー、埼玉県川口市出身、極真空手の有段者であり、関東大会優勝、全日本大会2位となった。また、ハンドボールでも全国2位になった。2010年、風高のブログを通じてスカウトされて、スターダムに練習生として入団して、未来のエース候補として練習を積む。 11月12日に行われた第1回プロテストで合格を果たした。10月31日、新木バファーストリングで開催されたユズポン祭で同じ練習生であるスサエリとのエキシビションマッチを行った。2011年1月23日、新木バファーストリングで開催されたスターダム旗揚げ戦バースオブノバ新星誕生の メインイベントで、予報虎と対戦して10分31秒ドール B を決めて、エビ固めで勝利を収めた。だが、2月12日の大会では、アイリスとのタッグで、予報虎夏季太陽と対戦し、ダイビング戦闘からの体固めで、予報虎に敗れる。6月12日、相川優月と初タッグを組み、高橋七恵岩谷朝優と対戦。 岩谷からドール B で勝利。6月26日、相川とのタッグ2戦目は、敗法として、ヨ・フォートラ&、夏木組、川崎勝鹿最強伝説と対戦。夏木からホールを奪い川崎勝鹿に、初黒星をつけた。7月24日、後楽園大会で、初代ワールドオブスターナム王座決定トーナメントに参戦。決勝まで進むも高橋に敗れる。 11月27日、売法として、自身初タイトルとなる、ゴッデス・オブ・スターダム・王座を獲得。2012年8月、後楽園大会後、頸椎損傷により欠場。11月3日、10月31日をもって、任意引退したことを発表。2016年4月29日、スターダム後楽園、ホール大会にて復帰を宣言。6月16日、 王城会理戦で復帰。12月22日、スターダム後楽園、ホール大会にて、木村京子花月組から、ゴッテス・オブ・スターダム王座をダッシュ。2017年9月23日、スターダム、大阪大会にて岩谷を下し、ワンダー・オブ・スターダム王座をダッシュ。11月19日、後楽園、ホール大会にて紫雷ミナリオに敗れ、王座陥落した試合後、 12月24日に再度引退することを自ら発表した。同年12月24日に現役を引退。2021年3月3日に行われた、スターダム10周年記念、オールスタードリームシンデレラ日本武道館大会で、オールスターランブルに出場。ありがとうございます。